臭い匂いがするぜ。さっさと鈴を鳴らしな。リントブルーム、ほら見つけてきた。我が家で中央やんちゃな子たちですね。お前さんの別の感情の分身と出会ったんじゃが、落ち着きがなくて名前を聞けんかった。ああ、きっとビビリーですね。どうしよう、なんで僕の話をなんかしちゃった。この前盛り上がってよ。いっ、ああ困ったな。悪口なんてみじんも言ってないでしょ。本当に？ええ、ビビリー、あなたが恥じる必要なんて一切ありません。冒険家の皆様に紹介していただけですよ。あ、未来に。あれがビビリーです。それではクレイトス様、また会う日まで。来やがったか。よー、ほら見せてやりな、俺たちの偉業をよ。やれ。ああ、これはなんとまたとびっきりの槍ですね。当然だろう。アースガルズへ行けるのか。ああ、無理です。考えはいくつかあったんですけど、どうにも、うん、アースガルズへ行く道がないなら一体どうする。わからん、時間をくれ、少し休み。あ、それはつまり、それで乙女のところで妙なことは起きませんでした。何にも、俺っぽっちか、すんなりことが運んだぜ。何、妙なことが起こる理由でもあるっていうのか。あ、まさか、めっそうもない、トントン拍子に進んで結構。おまけに俺ぞ冒険ってやつを味わえたしな。こいつらに物の本質と形についてやってよ、冒険の集団者ってなってな。何言ってんだか。だから美しい冒険の集団者ってなってんだよ。ほんと手に負えないこの辺りじゃ俺が一番まともだっての。じゃあお次は女神様。さあどうするんだ。森の魔女はどうすんだ。見事な出来目。決まりそうか。息子タイムに気がするな。
これなのかい。どこに行く気じゃ。寝る。ではラグナロクが今夜を祈りながら策もなしに突き進み続けると、そういうことか。お父さんも投げやりになってる。槍を手に入れただけに。猫息子チェンジタイムじゃないですか。お母さん入ってた服かな。夢見るやつこれ。クライトス。やっとあの最初の頃みたいに。大丈夫ですかこれ。
父上は準備万端みたいね。それじゃ行く。おこりんぼさん、こっち。ゼルダにいそうな顔してんな、セル。てか、ゼルダっぽいのか。ほら、波がとっても穏やかでしょ。父上とよくこの川を下るの。いつかあなたにも教えてあげましょうね。あなたが今住むこの森はね、水がるず一美しい森なのよ。とっても平和で穏やかな場所。遊び場もたくさん。他には何もいらないくらい。もうすぐ父上と出会った場所に着くわ。危うく殺し合うところだった。でも父上も丸くなったわ。少しはね。あなたには全然感情を見せたがらないけれど、言葉を教えるのは私の役目ね。狩りを教えるのは父上。それも私の役目かしら。父上が得意なのはうなることだけだし。息子に何か言ってあげて。何を言えというのだ。何でも声を聞かせて知ってもらうの。私のことなど知らぬ方がマシだ。知識は重荷ではないわ。まさか無敵の戦の神が我が子を怖がるなんて。我が子が怖いわけではない。案じているのだ。無垢な子。過去の過ちに囚われてはダメ。人は変われるわ。成長しなければ。アトレウスは皆の希望。お願いよ、クレイトス。息子を守ってあげて。住んでる暇なんてないと
思ったのかな。壁に恨みでもあんのか。心を落ち着けてるんだ。父上から教わった成果は？まだない。それなんか意味あんのか。感情を制御したいんだ。ヘイムダルが突っかかってきても乗せられないように。スルーズだ。私抜きで稽古？稽古？稽古したらまずいんじゃないか？稽古するのはいいことだけど、お母さんが怒るだろう。まあね。でも余計なおせっかい。だな。痛くないぞ。ちっともな。ねえ、おじい様が来いって。ああ、主審ね。そんじゃこれやるよ。持ってけ。それと渋様によろしく伝えてくれよな。んじゃあアトレウス、またなスルーズ。じゃなスルーズ。水ガルズの子って変わってる。変なのも悪くないよ。あんたたち本当変。それ何？牛乳、母様の好物なんだ。おじい様は書斎、また会える？扉の閉め方、そして石仮面。渋とトールの部屋、ここにいたってみんなに言ったら大騒ぎしそう。待った、何しに来たんだっけ。接触しに来たんだよ。うん、ない。あなたが思うより物事は複雑なのよ。理由を知る人もう大人よ。年の問題じゃないわ。じゃあ何が問題なの。マグニとモージだって私の年には。その結果あの二人は死んでしまったのではない。理解しがたいわ。よく言うよ。なら教えてちょうだい。なぜ同じ道を歩もうとするの。しかもあの少年と共に。あの子は関係ないでしょ。これは私の夢なの。母様だって。あなたは農夫ではない。アース親族でしょ。夢などもってのほかです。立場をわきまえなさい。母様のバカ。出てきちゃうよ、出てきちゃうよ、この流れだと。ここじゃない。オーディンはショコにいるのかな。わしにはわからねえ。仮面のためにわしの息子を殺した巨人を連れ込んだ。なぜだ。説明したところでお前には理解できん。シブにその小さな脳みそが曇らされてしまったか。シブは関係ない。その通り。問題はお前のその無能さだ。暴れて発散してくるがいい。シラフのお前はつまらん。うん、
切れるぞ。ロキ吹きなさい。こんなこと言われても切れるよ。やっと理解できた。この場所でユミルを殺したんでしょ。始祖の巨人をさ。ロキよ、地滑りや嵐は殺せないだろう。ユミルは自然の力の器だった。若く愚かなわしは偉大な何かを想像できると思い、残酷だとしてもすべきことをしたのだよ。種族のためにな。なぜここに家を？中に何が？教えてくれなきゃ。今話すとこだ。ユミルが死んだ後、わしは裂け目を見たのだよ。現実が生まれし場所をな。中を覗くと何者かがわしを見つめ返し、囁きかけてきた。ユミル。不可解ではあるが、紛れもない真実をな。目をくらまされ、二度と中を覗けぬと思ったが、これを見つけたのだ。この仮面があれば追い求めてきた答えにたどり着ける。わしはな、自分がいつどこへ行くか知らぬのだよ。わしはバルハラには行けぬし、ラグナロクで終わる気はない。裂け目の先に何があるか、わしがどうなるか知りたいのだよ。残りの目にかけて誓おう。今話したことが真実だとな。こう書いてあるよ。冷たい息って、息に風、ヘルヘイムのことだ。ヘルヘイムか、なるほど。結集のベネバシならば友にふさわしい者がおる。やはりお前たちなら必ずや期待に応えてくれるな。お任せください。髪の毛多すぎて頭重そう。絶対ヘイムしないでよ。ああ言い忘れていたが、ヘイムダルも同行する。光栄しもく、楽しみだな。待ちなさいロキ。俺なしではヘルヘイムのいてつく寒さに耐えられない。エフリーラオ、これでいい。礼には及ばん。オーディンですらヘルヘイムの寒さに参ってたって。ミミルが老いぼれの言葉を鵜呑みにするのか。初めて行く他の世界がヘルヘイムで残念だったね。思い切り楽しんじゃう。初めて行くんだ。子守をするのもやぶさかではないが、中心の大事な命があるのでな。何かあったら叫ぶがいい。死体を見つけてやる。本当に嫌なやつ。どっか行くんだ。ほら仮面探そう。ヴァルキュリアを倒したあんたと一緒に腕試しできるなんてね。ヘルウォーカーなんてヴァルキュリアの足元にも及ばない。僕を信じてないんじゃなかった？はや、お前。それじゃ、お手並み拝見。なんか金なりやがる。ヴァルキュリアと戦ったことはちゃんと信じてる。おじい様が後輩を起こしたとか、巨人を皆殺しにしたってことは信じてないけどね。他にもあった？ああ、たくさんあるよ。
しないと。ヘイムを破壊してジュールを拷問してグロワとユミルを殺したキリがないよ。なるほど、それ誰から聞いたの？フレイヤとミーミル、裏切り者の前妻と毒舌の元相談役から、ねえ信じないだろうけど、あんたは大嘘つきか、ただの偽善者。いいから先に進むよ。確かにヴァンゲル、こういう地名自体はなんか北欧の場所っぽいよな。スタヴァンゲルみたいなノルウェーの都市にあるけど。行き止まり、本当にこっちに行けって？それで、ねえ、これちょっと自分たちで行きなさいってこと？ねえ、またヘルウォーカーだ。道が合ってるってこと？そうだろうね。Thank you.
壁に隙間ができてる。あそこから行く？行こう。僕がやる。無理しないの。ねえ、もう怒ってない？怒ってない。うちの家族は憎まれる定めなんだよ。でも僕らは敵じゃない。きっと君ならバルキュリアになれる。君のお母さんにも僕から話してみる。本当に？ありがとう。ほら、仮面のかけら探そう。わかんないけど、僕の勘だとここに何かある気がするんだ。ねえ、下に落ちたよ。これで登れる。下に戻ってみようよ。このまま行けば、ヘルウォーカーの群れに行っちゃって。よし、やるよ。クルバドリーム。があるはず。見落とさないで。もう今見つけたんけどな。ねえ、仮面は？それが建物が邪魔でいつもと様子が違うんだよね。でも道は合ってるはずだよ。はずね。しないと。僕だって同じだよ。
面は？この先みたいだ。私が開けてあげる。これ結構手強いかも。あなたの様子は？よし。さすが、また床が抜けたみたいだね。戻って調べてみよう。ねえ、あんたのお父さんはどんな人なの？すごく厳しい人だよ。いつも僕を型にはめようとするんだ。でもあんなの僕じゃない。うわ、その気持ちすっごくわかる。かといって自分がどうなりたいのかもわからないんだ。焦っちゃダメ。焦っちゃダメ。ありがとうね。このまままっすぐのはずだけど、こっちも閉まってるね。人を入れたくないのか。何かやったね。他にも道はあるよ、必ずね。死んだ。なんでバルキュリアになりたいの？母様と喧嘩して家出した時に稽古中のバルキュリアを見かけてね。彼らはその行動一つ一つに目的を持ってた。自分の居場所を心得てるみたい。あそここそ私の居場所だよ。そうでしょ。リアルでしょ。次はどこ行く？この先みたいだ。稽古を見てた。無理そう？うるさい。引っかかってるの？調べてくる。話を続けて。分かった。やるね。まあね。戦うバルキリアたちの強さに流儀、妥協のなさを見てたら、もやした。自分のすべきことがはっきりと分かったんだ。巨人は予言に逆らえないんだ。道なんて自分で選べばいい。今してるみたいにね。僕もそう思うんだよ。
また開けてもらうしかないね。ほら、もやし粉はどいて。な、こいつも引っかかってるけど、あと少しで飽きそう。頑張れ。なんかある？これ絶対なんか引っかかってる。あいだみたいだね。さあかかってきな。次は？あの邪魔な木箱、どけられないかな？この先みたいだ。でも、通れない。ここで待ってる。あんたみたいに登れないしね。うん。イングリッド、オーディンのこと言い過ぎたかな。でも真実を知っとくべきだし。うん、そうだね。ねえ、なんか言った？あ、イングリッドと話してたんだ。あ、そう。いいね。まだなの？あの木箱がもっとよく見える場所はないかな。さすが！戻らなきゃ。あ、動きねえぞ。
に進めるよ。行こう。うわ、仮面が光ってる。きっと近いんだ。今のは初めて来たんだから私に聞かないで。まあ平気だよ。そうは思えないけど。絶対ここにいたらまずい。でも仮面はすぐそこなのに。危険には見えないよ。あんたあれ見えないの？あいつ鎖に繋がれてるんだよ。巨人の力で気持ちがわかるんだよ。あの子は自由になりたいだけだ。仮面はあの奥にある。信じて。それじゃ歯から離れたとこにある鎖から外そう。足元にももう一つあるな。ちょっとは感謝してよね、汚いワンちゃん。あの子が守ってた部屋を見てみよう。自分で臭いちぎってた。行き止まり？水中にあるとか言わないよね。あれ変だな、反応しなくなった。こんなこと初めてだ。あんたが信じろって言ったから。あの犬離したのにおじい様に殺されちゃう。さっさとここを離れよう。あの犬が持ってんじゃん。スルーズ待って、見落としたのかも。近くを調べよう。スルーズ聞いて、きっと大丈夫だよ。ねえ、そんなこと言えるね。信じたのが間違いだった。ねえ、ヘマはしたけど挽回するよ。かけらは見つける。あの色みたいな。貴様はつくづく救いようのないアホだな。あの犬は世界に穴を開ける魔物だぞ。出来損ないに期待した俺様がバカだった。お前は何？雑種め。雑種だとか。貴様をどう呼ぼうと。俺様の勝手だ。構造。
そこまでにしな。反省してるでしょ。黙れ。お目付け役をお前に任せたのが間違いだった。手を貸したのだろう。どちらの味方だ、コムズ。確かめてみる。ほほう。確かめるだと。一体どうしようというの。いいか、皆がお前に甘いのは父親を恐れているからだ。わかるか。だがあんな男、俺様からすればただの飲んだくれのゴミクズだ。やめろ。まだだ。ああ、いいぞ。カエルの子はカエルというやつだな。相手をしてやる。かかってこい。いつまでたっても無知な少女のままだな。まずは誰が家族で誰がそうでないか学んだらどうだ。待ってな、バルキュリアになったら。ふざけら、すごいふざけらですね。本気で主審がお許しになるとでも思っているのか。このセリアタリすげえな、これ。まったく、こんなペテン師の言葉に惑わされるとは愚かなやつ。黙れ。惜しかったな。やめろ、挑発してるだけだ。知るか、余計なお世話。やれやれ、揃いも揃って。つまらんな。お遊びをして気が済んだならアースガルゼに帰るぞ。主審に言い訳をする貴様の無様な姿を早く見たいしな。ああ、これは見物だぞ。ルギン、詳細に行くぞ。激怒されるだろう。きっと父様が主審に追い返され尻尾を巻いて逃げ帰った父上にかばってもらう。それと貴様、ヨーテンのロキ、貴様の無能な姿を思い出すだけで夜も眠れそうにない。あっそ。まあ聞け、貴様のその至らなさにはむしろ感動を覚えているくらい。嘘じゃない。その無能さにも何か利用価値を見出せれば都の刺激になるやもしれんぞ。全部僕のせいだよ。彼女は関係ない。余計なお世話。ごめん。謝罪は主審にしな。ご報告したいことが山ほど。自分の部屋で待っていなさい。すぐに行く。はい。主審の命は滞りなく全うし、お望みの品を手に入れました。ですが仮面の方はまあ彼らはまだ子供ですし。ここからは大人の話だ。向こうで遊んでいる。今は大人なんだ。